鍵盤の光るメロディガイド機能、光ナビゲーションシステムを採用した、初心者向けシンセサイザーの型番、商品名。ML-1 カシオ計算機は1994年に、マジカル、ライトと銘打って赤く光る鍵盤を搭載した、ミニキーボード、ML-1 を発売した。1996年に、同機能を搭載した。 標準鍵の CTK-520L、CTK-220L を発売。97年には CTK-620L を発売。98年に CTK-560L と大型液晶、ミュージカルインフォメーションシステムを採用した CTK-660L を発売した。鍵盤が光る機能は、 光ナビゲーションシステムとして LK-60 以後 LK シリーズに標準搭載され非搭載のモデルは CTK シリーズとして併売される形をとる。この LK という形式はかつてカシオトーンのうち低価格帯の機種に競速本やビデオなどを付属して製造・販売されていたものにも命名されていた。よって光ナビ登場前のトネバンク LK-1-00 と光ナビ搭載の国際モデル、LK-1-00 のように新旧で、同一の型番も存在する。その他、小学生向けのモデルとして、標準鍵採用で、ルーチェモデル、幼児向けのミニキーボードモデル、LK-3、LK-20 も販売された。2019年8月の日本国内ラインナップは、低年齢向けの、 LK-312、一般向けの LK-512 であり、LK シリーズにミニキーボードモデルは存在しない。音源方式は LK-312 がある音源、LK-512 が AIX 音源を搭載する。また国内限定の型番として、ジャパネットモデルや海外限定の型番が存在する。 一税抜き価格にリットル K イコール光ナビゲーション。全身として CT、CT-800 などに、ピッカピカトーンという、キーボード上部の LED が発光する機能が、存在した現在、ミニキーボードは、光ナビ非搭載で、SAMA シリーズとして販売中、LK-41、LK-113 など、スタンド、椅子、ヘッドホンセットをセットにして、 TV 通販、ジャパネット高田にて、限定販売された。2000年9月30日発売の、LK-70BL は青く光る鍵盤を、搭載している、HATSMF イコールスタンダードミディファイル転送に、必要な、SMF コンバーターをカシオが提供。ありがとうございます。